皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所初期の頃に所属していたグループ、ジャニーズのメンバーとして芸能界にデビューした飯野麻美さん。現在も現役で劇団四季に在籍しています。ということで、ミュージカル俳優として活躍中です。お世話になったジャニー喜多川氏のお別れ会にも参加したそうです。娘や奥様についても調べてみると、芸能界で活躍している方が多いようです。雪村いづみさんとも事実婚の状態にありました。そこで今回は飯野麻美さんについて深掘りしていきたいと思います。まずは飯野麻美さんのプロフィールを見ていきたいと思います。飯野麻美さんは1946年8月23日生まれ、愛知県田原市の出身です。飯野麻美さんといえば、初代ジャニーズの一人として活躍したことを知っている人も多いのではないでしょうか。歌もダンスもとても上手だと言われていました。1967年にジャニーズが解散した後は、一旦渡辺プロダクションへ移籍して芸能活動を続けました。本格的にミュージカルを極めたいと考えた飯野麻美さんは、アメリカに渡り、ダンスの修行をして帰国しました。ミュージカルなら劇団四季だろうということで、1972年に入団します。それからずっとミュージカル一筋だと言います。リトル・マーメイドではセバスチャン役で、伸びやかな歌声を披露していました。2023年には飯野麻美さんは入団51年を迎える大御所になりました。2020年から蔓延した新型コロナウイルスの影響で、演劇関係は非常に大きな痛手を被ることになります。飯野麻美さんも年齢もあるし、そろそろ潮時かなと引退を考えたこともあったそうです。しかし生涯現役でいくと決意したそうです。2021年には劇団四季の新作ザ・ブリッジ夢の架け橋に出演しました。飯野麻美さんの趣味はゴルフだそうです。ファンからのプレゼントで嬉しいものはゴルフグッズなのだと述べています。飯野麻美さんは元ジャニーズというグループのメンバーとして蒼井輝彦さんたちと活躍していました。ジャニーズ事務所に入ったきっかけは、ジャニー喜多川氏の野球チームジャニーズに所属していたことだそうです。ある日メンバーで映画ウエストサイド物語を見に行き、ミュージカルをしてみたいと思うようになったといいます。そして芸能界に入りました。そのジャニー喜多川氏が2019年7月に逝去しました。その後9月に開かれたお別れ会には飯野麻美さんも参加したといいます。場所はジャニー喜多川氏にとって思い出深い東京ドームでした。ジャニーズのメンバーが何度もコンサートを行った場所です。代表挨拶は1980年代を中心に活躍した大スター近藤真彦さんが務めました。数多くの現旧ジャニーズ所属タレントが集合してお別れをしました。当時はジャニー喜多川氏の偉大さが伝わりました。性加害問題が表沙汰になるまでは日本のエンターテインメントを作り上げた功労者として称えられたものです。飯野麻美さんには娘が2人いるそうです。そのうちの1人は芸能界で活躍する飯野めぐみさん。親の血を受け継ぎ、歌やダンスの才能がある女優さんです。1999年から4年間東京ディズニーランドでダンサーとして活動していました。ディズニーランドのダンサーたちは華やかで踊りもとても上手です。その後2003年からホリプロに所属して女優やタレントとして芸能界に入りました。飯野めぐみさんはダンスが上手なので運動神経も良いのでしょう。芸能人女子で結成されたフットサルチームのサナデュラバーズ NHC にも所属するなど多方面で活躍しています。2020年6月には事務所を L&L ビクターエンタテインメントに変えて仕事を続けているそうです。さて飯野麻美さんの過去のことについて触れてみたいと思います。飯野麻美さんはかつて雪村いづみさんと交際をしていたそうです。雪村いづみさんは美空ひばりさんやエリチエミさんと合わせて3人娘と呼ばれていました。1972年劇団四季で上演したアプローズに飯野麻美さんと雪村いづみさんが出演しました。飯野麻美さんが劇団四季に入団したての頃です。一緒に舞台稽古をしながらお互い惹かれ合っていったのでしょう。お付き合いを経て一緒に住むようになったといいます。雪村いづみさんは1960年にミッキー・カーチスさんと婚約するも、
1961年にはアメリカ公演中に知り合ったジャック・セラーさんと結婚しました。そして1966年にはジャック・セラーさんと離婚すると、1967年にはその後に出会ったバリトンサックス奏者の原田忠之さんと再婚する運びとなります。1967年に2人目の夫原田忠之さんとアメリカで結婚式を挙げ、共にアメリカを拠点に活動するなど公私ともに順調と思われました。しかし1973年には別居となると、原田忠之さんとの離婚が成立しないまま、元ジャニーズの飯野麻美さんと事実婚状態になります。とんこ、お茶味と呼び合うほどラブラブな関係だったそうです。しかし飯野麻美さんとも同棲開始から6年目の1978年には破局したといいます。1978年1月に2人目の夫原田忠之さんとの離婚が成立し、いよいよ飯野麻美さんと3度目の結婚かと噂されていた矢先の破局だったそうです。ちなみに破局の原因は、飯野麻美さんが子供を望んでいたにもかかわらず、雪村いづみさんはすでに産む意思がなかったこと、雪村いづみさんが原田忠之さんとの協議離婚をずるずると引き延ばしていたこと、さらには雪村いづみさんと舞台照明家の浮気の噂がささやかれるようになったことなど、多くのことに耐えられなくなった飯野麻美さんがマンションを出る形で破局となったそうです。飯野麻美さんはマンションを出るとき、泣きながら荷物を抱えて出て行ったと言われています。ちなみに雪村いづみさんは、飯野麻美さんとの破局後は、恋しないで済めばそれに越したことはないんだけど、もうしんどいわねと語っており、以来現在まで独身です。その後飯野麻美さんは劇団四季内でパートナーを見つけました。末継ぐみさおさんです。結婚して先ほど紹介した娘さんを2人設けましたが、離婚に至っています。末継ぐみさおさんは2023年現在劇団菊池に所属している女優さんです。劇やラジオドラマに出演するなど芸能活動を継続しています。また個人ブログで近況報告しているのですが、文章が快活で読んでいて飽きません。明るくてチャーミングな方のようです。末継ぐみさおさんと離婚した後、再婚した飯野麻美さん、奥様は一般人だったため名前など詳細は一切分かっていません。2023年現在は夫婦水入らずで過ごしているのかというと、そうではありませんでした。飯野麻美さんは現在は一人ですと語っています。離婚したのか死別したのかは分かっていません。ここからはジャニーズ結成に至るまでの経過とその後の活躍について見ていきましょう。日本でも13億円の大ヒットとなったウエストサイド物語、少年野球とバンド、ジャニー喜多川氏の2つの活動が重なり合う形で1962年に誕生したのが、ジャニーズ事務所のアイドル第一号ジャニーズでした。少年野球の教え子のうち4人で結成されたグループです。メンバーたちはジャニー喜多川氏に連れられて見たミュージカル映画ウエストサイド物語、1961年に感動し芸能界入りを決意したのだといいます。ジャニー喜多川氏自身もこの映画に強い影響を受けたと思われます。さて、前述したジャニーズのメンバー4人とは、蒼井照彦さん、飯野麻美さん、舞江宏美さん、中谷亮さんの4人です。60代以上の世代に聞くと大人気だったらしいことがわかります。それまで芸能界に可愛い男性がいなかったのが大きかったのでしょう。当時御三家と呼ばれ圧倒的な人気を誇っていた歌手は、橋幸夫さん、船木和夫さん、西郷輝彦さんです。いずれも2枚目で凛々しかったのですが、可愛いと形容される存在ではありませんでした。芸能界に可愛い男性というポジションはなかったのです。そのポジションを新たに作ったのがジャニー喜多川氏であり、そのポジションを得たのがジャニーズというグループでした。また踊れる男性歌手というのも見る側には新鮮だったようです。ジャニー喜多川氏がダンスのレッスンを行ったので、4人はミュージカル俳優のように踊りることができました。野球少年たちなので、もともと運動神経は良かったのでしょう。1967年にジャニーズは解散しますが、蒼井照彦さんは売れっ子俳優の道を歩みます。
二人の世界、1970年、TBS など山田太一さんの初期作品に欠かせない人となりました。ジャニーズの後継者はフォーリーブス、1967から78年です。こちらも歌うだけのグループではなく、ダンスも得意としました。小北浩二さんは歌の最中にバク転まで軽々とやってのけ、見る側の度肝を抜いた存在となりました。1980年代にジャニーズ事務所も社長のジャニー喜多川氏が難色であり、所属タレントに関係を強要しているという噂がささやかれていたことがあります。実は遡ること、1970年代の頃からジャニー喜多川氏の少年愛に関する噂はありました。しかし難色や同性愛、ホモなどが現在のように一般的に語られることはなく、まして年端もいかない少年に対する少年愛などは想像ができない時代でもありました。そしてジャニー喜多川氏の少年愛は都市伝説として記憶のどこかに消えつつありました。時代は昭和から平成に変わり、ジャニー喜多川氏に関する暴露本などでその事実が語られるようになっていきます。1960年代の初め、40代後半のジャニー喜多川氏は芸能プロダクション発足前に少年野球チームジャニーズ球団を作りコーチをしていました。野球チームに所属していた11歳の少年中谷亮さんはジャニー喜多川氏を信頼し、自宅に遊びに行くようになったそうです。そしてジャニー喜多川氏から寵愛を受けるようになったといいます。中谷亮さんは1989年42歳の時に著書ジャニーズの逆襲を発表します。その中でまだ性を知らない少年の体を手で刺激し快感に導くという内容など、自らの体験をもとにジャニー喜多川氏による少年愛の手ほどきを告白しました。また中谷亮さんは1964年から3年以上続いたホモセクハラ裁判の答弁について、ジャニー喜多川氏が決めた偽りの証言だったことを明かしています。1964年に新芸能学院の院長が所属中のタレントの授業料などの金銭問題をめぐるジャニー喜多川氏を相手取り、東京地裁に訴えを起こしました。1967年9月の後半ではジャニーズの4人が出廷しています。原告弁護士からセクハラ被害の有無について質問されましたが、4人とも知りません、覚えていませんと答え、性的虐待の事実を認めることついにありませんでした。いかがだったでしょうか。今回は飯野修美さんのこれまでの経歴や近況について見てきました。これまで見てきた中で、やはり当時はジャニー喜多川氏の卑劣な所業について明るみに出る土壌雰囲気ではなかったということがわかります。事実その後の経過を見れば、性被害が横行していたことは事実としてジャニーズ事務所側も認定しました。では一体なぜそれが明るみに出なかったのか。もちろん日本の法律が追いついていなかったということは問題として現在挙げられています。しかしそれにも増して、飯野修美さんが所属していたジャニーズというグループの時代から性加害があったことを考えると、少年たちの心理状況に巧みに圧力をかけ、自身の欲求を満たす行為を行っていたのではないかと想像されます。その後飯野修美さん自身は結婚をし、娘さんを授かっており、順調に人生を歩んでいますが、一歩間違えばそのような道を歩んでいなかったということを考えると、最近問題になっているジャニーズ事務所の問題は人ごとでは済まされないでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。